あれを取ってこい。これを捨てろ。外でダンスを踊りたいならご自由に。一体何のつもりだ。悪魔にでも取りつかれたか。疫病だって。ただ不幸な出来事が続いたに過ぎん。早く仕事に戻れ。注文通り時間までに届けなきゃ出資者にお目玉を食らっちまう。エミルの嫁さんの前で同じことが言えるのか。旦那を殺したのはただの牛だと。こいつはもっと深刻な専門家の仕事だ。魔術師でも呼ぶべきだな。何の騒ぎだ。見ろ、よそから来たっていうウィッチャーだ。なんとかしてくれるかもしれないぞ。いくらでやってくれるか聞いてみようぜ。張り紙を見た。牛のことで何か困っているようだな。疫病か。ああ、そうだ。恐ろしいやつさ。神々をひどく怒らせちまったに違いない。ゼリカニアじゃイナゴが降ったり、もっとひどいとカエルが降ってくるそうだ。でもここじゃいきなり牛が降ってきた。もういい。パニックはごめんだ。来てくれウィッチャーの旦那。この問題について相談したい。ああ、残念だ。牛に潰されるなんて無謀すぎる。エミルは真面目で優秀な労働者だったのに。私はすぐに労働者を集めて、必ず何か単純な原因があるはずだと言ったんだ。だがやつらめ、疫病だとか劣悪な労働環境だとか言って賃金を上げさせようと。このままじゃ破滅しちまう。つまり空から牛が落ちてきた理由を探ればいいんだな。それもあるが、誰も牛の死体を片付けないものだから、あっちの採石場には怪物がうろついてる。我々は近寄ることもできん。それでその牛だが、どこから来た、どんな牛だ。ごく普通のまだら模様の牛さ。そいつの死体はもう一つある採石場で腐ってる。ひどい匂いだ。そしてエミルはその下で潰れてる。依頼を受けて調査してくれるのか。ここは何の作業場だ。預言者レビオダの像を建ててるのさ。だが全部を一度にやるんじゃない。ちょっとずつだ。何年も前に中止になって放置されていた計画だが、敬虔な信者が出資したんだ。近隣の採石場とその労働者をみんな雇い上げた。事件さえなければ予定通りに進んでたんだ。頼む旦那、助けてくれないか。事故について詳しく知りたい。実際に見た者はいないのか。見た者はいないが、音を聞いた者がいる。オースターブがエミリの作業を見に行く途中、突然耳をつんざくような音を聞いた。そのすぐ後に何かがクレーンにぶつかったそうだ。まさか牛がぶつかったわけじゃあるまい。どうだろうな。朝になって確かめに行こうとしても、化け物どものせいで近づけなかった。全ての作業を止めるしかなくなり、今に至るわけだ。旦那、ことは急を要するんだ。引き受けてくれるか。やるかどうかの前に報酬の話をしておきたい。ああ、交渉の時間か。いくらならやってくれる。少し下げてくれれば払える額になるんだが、いいだろう。でもそれが限度だ。ボーナスやチップはなしだ。いいな。調べてみよう。門に関係した事故かもしれんが、どうも変だ。うまくやってくれれば礼は弾むよ。首を長くして帰りを待ってるぞ。ケツが爆発しそうだ。作業員たちが話していたエミルだな。気の毒になんて運のない男だ。さて何から始めようか。押しつぶされてるな。頭蓋骨の底が砕けている。新しい歯型、四季だな。ただし壊れたのは死体になった後だ。死体から分かることはもうない。あちこちに強くぶつけた跡がある。高いところから落ちたようだ。内臓が切り裂かれているな。うん。だが出血は少ない。つまり心臓が止まった後の出来事に違いない。この歯型は小さい。これは四季だな。間違いない。最初にご馳走を嗅ぎつけてきたのか。深い爪痕だ。嗅ぎ爪の感覚からすると非粒子か。おそらくワイバーンだ。だがこれらの傷が元で死んだわけではなさそうだ。なるほど。これで全て分かった。牛ははるか上空から落とされて死んだ。非粒子の仕業だな。おそらく若い個体で巣に持ち帰ろうとしたが重すぎたんだろう。エミルは運悪くその真下に立っていたわけだ。そしてあれに衝突した。この飛粒子はかなり強くぶつかったな。牛を落とし空中で体勢を立て直そうとした。その途中で怪我したんだろう。よし、あとは痕跡をたどるだけだ。飛粒子の血痕だ。かすかに分かる程度だが方向は合っている。大量に出血し始めたか。思っていたより傷が深いらしい。近くの酒蔵を襲ったな。酒蔵の屋根に落ちたのか。大暴れし辺りを荒らしてどこかへ行った。獣の足跡だ。ここを這っていったのか。飛ぶのに疲れたらしい。這うのがやっとというところか。2匹目の飛粒子がここに降りてきた。こっちは大きいな。小さい方の傷が癒えるのを待って2匹で飛び立ったようだ。後を追うのは簡単そうだ。都合よく小さい方はまだ血を流している。一緒に飛び立った。おそらく巣に帰ったんだろう。痕跡が途絶えた。巣はこの上だな。あのブドウ園をかけてもいい。話をいただこうか。どうだ、牛がどうやって飛んだのか分かったか？ああ、仕事に戻るといい。牛が空から落ちてくる疫病なんかじゃない。やっぱり私の言った通りだったか。胸の使いが取れた。それでどんな理由だったんだ？採石場の上空を飛んでいた若いスリザードが落としたんだ。巣に餌を持ち帰る途中でな。巣も中にあった卵も全て燃やした。もう悩まされる心配はない。素晴らしい予防措置だ。だが言った通り、頼んだ仕事にしか報酬は払えない。予算がなくてね。さあ、これを。本当にありがとう。全て解決した。そうだろう。神々も疫病も関係ない。ドラゴンの仕業だ。そいつはもういない。死んだエミリの妻に慰謝料を渡せば話は終わりだ。さあ、何をグズグズしてる。仕事に戻れ。オラオラ。だけどまだ何か変なことが起きてるのは確かだぞ。像を組み上げに来るはずだった労働者たちはどうした？3日も前についてるはずだったのに、アルデイソにはまだ奴らが来る気配すらない。奴らも潰されたのさ。それか食われたか、いやゼリカニアみたいにイナゴに襲われたんだ。また別のデタラメを言うつもりか？設計士から手紙が来て、彼らは1週間遅れでメティナさんの大量の大理石と一緒に到着するそうだ。だからおしゃべりをやめて作業に戻れ。さて、見送らせてくれ旦那。実を言えばあれは嘘なんだ。また怖がって騒がれちゃ困るからな。話に出た労働者たちは本当に消えてしまった。また後で来てくれれば詳しく話そう。